どうもポトフです。今日は仕事納めでして、午前中ね会社に行って、まあ掃除とかをねしまして、まあ仕事の電話も入ってきましたけども、まあただ午前中早めに終わったんだよね。で10時半ぐらいには終わっちゃったのかな。でまあそのまま帰ってもよかったんだけど、今日天気がいいのよ。結構穏やかな気候でして、あ、風が入ってくるかな。まあなのでちょっと早めだったけど、なんかお昼食べて帰ろうかなと、なんかお腹空いてたのでで、まあ名古屋駅にね出てきたんですけど、11時ぐらいなのに結構ね、なんか食べるところが、まあ旅行される方とかもいるのかもしれないけど、混んでて、なんか並んでまで食べたくないなと思って、で、少し名古屋駅の西側、あんまり行ったことないというか、あんまり行かないところ、前にね、名古屋ニュースアライブのロケで歩いて、あ、知らない店とかあるなとか思ってたんで、まあ、そっちの方行って、一人でふらふらと、なんか食べようかなと思って、で、歩きながらですね、どこで食べようかなと思っていて、結構ラーメン屋とかもあってね。まあけど、そこまで重いのじゃないなと思って、本当は昼飲みとかもやってるとこ多くって、惹かれたんですけど、なんか一人でね、昼飲みも別に悪くないんだけど、それに寝ちゃいそうだったんで、なんかもったいない気がして、で、そこで定食屋でね、魚が美味しそうだったんで、そこに入って食べまして。結構、この辺にしては値段も安めなとこで良かったです。で、今出てきたところで、少し外をブラブラ歩きながらというとこで。まあ本当になんか今日は風もそんな強くなく穏やかですね。ちょっとマイク。ただ風防がないんで、さすがにちょっと拾うかもなって感じですけど。いやー、今年もとりあえず仕事、会社は終わりました。まあなんか休み中もなんか色々ありそうではあるけども、28日ということで、もうあと数日ですね。で、昨日ちょっとライブ配信も、久々に YouTube ライブで配信しましたけども、実は30日もね、徳松武さんって人と一緒にやる予定で、全然どんな話をしようかとか全然決めてないんですけども、まあそんなことをしつつ、年末を迎えようかなというところですね。はい。まあ名古屋駅の西側、太閤通り定食屋で食べてましたけど、アジの開き定食と、なんかワカメがあって、ワカメをわさび醤油で食べるやつがね、サイドメニューであって、それもちょっといただきまして、魚料理、まあ、名古屋なんですけど、うち両親が山形で、結構家魚料理が多かったんですよ。肉より魚だったんですよ、我が家は。なんで今でもね、魚とか好きなんだけど、家でなかなかさ、煙も出るし、後始末というか、後片付けも魚ってちょっと肉よりも大変だったりするときあるでしょ。そこまでね、がっつり出ないので、だから昔自分がの子供の時で幼少期に比べたら魚出ないので、だからたまに無性に魚食べたくなりますね。で、こう、居酒屋のランチみたいなやつも結構好きなんですけど、今日は定食屋っていう感じでしたね。で、お味噌汁が赤だしじゃなかったんで、きっとここら辺のやつじゃないんだろうな、というとこもありながら、いただきました。本当はご飯大盛りにしたいとこでしたが、健康診断でご飯は減らせって言われたんで、普通盛りで我慢しました。まあ少し歩きながら、ね、カロリー消費しましょうよ。どっか、公園か、まあ、あるいはカフェみたいな子に入りたい気もしつつ、
今向かって歩いてきてるところほぼほぼ住宅街ですね。これは何もないなみたいな感じですね。でこれどこまで歩こうかなっていう感じだけど、たまにまあ正月っぽいなんか問屋みたいなところがあって、そこに人が並んでたりね、あとこの辺韓国料理というか韓国の食材とか売ってるとこも結構あって、なんかここ並んでるな。夜かとりあえず。あ、今なんかすごい並んでる。ようやく今昼ぐらいなんでね、店とかも混み出してるとこでいいですけども、お寿司屋さんだな。ここのお寿司屋さん確かに見たことあるな。なんかで20人ぐらい寿司屋さんの前に並んでましたね。いいな。なんか聞いたことあるとこない気がする。お寿司屋さんもいいですね。あ、けどお寿司ってほぼほぼご飯じゃないですか。結構あのダイエットには良くないって聞きましたけど、どうなんでしょうかね。いや、ほんと今日穏やか。歩いててもなんか気持ちいいです。寒くないし、まあ少しひんやりはするけど全然もういいですね。散歩にはちょうどいい。もうどこまで歩こうか考えずに歩いてますが、あ、ここはスーパーかな。すごく地元なスーパー。お野菜とか、お野菜安っ。最近野菜高いじゃないですか。安かったね今。ブロッコリーとか50円とかあったな。いや、こういうとこありますね。なんかみんな正月の買い出しみたいな雰囲気を出しております。いやー、しかしもう1年終わりますが、今年は激動。まあ体調も崩したりもありましたが、仕事もだいぶ変わりまして、まだ変わりかけてるかな、これからかな。いろいろ激動でしたが、節目になった感じかな。まあ来年どうなるか。まあ昨日ね、ライブ配信しながらマイカップオブティーの収録をしまして、そんな話もちょっとしてましたけども、このマイカップオブティーを年内一応目標31日に出そうと思っていますが、それ以外のこともねやりたいので、あ、なんか公演があった、公園で座って話す感じあるかな。なんかさ、子供たちがいっぱい遊んでるとさなかなか落ち着いて座って話しにくいんだけど、昼時だからいないんじゃ、あ、いるね人いるね。どんな感じやろ。あそこまで大きな公園じゃなかったな。あ、人がいると思った。車がバックしてきてる。あれ、車だ。人じゃなく車でした。よいしょ。人いないけど車、なんか工事してる？入りづら。違う意味で入りづらかった、人がいないのに。そしてそんなに大きな声じゃないな。ちょっともう諦めて歩き出しましょう。いやー、ね、本当は昼飲みしたかったけど、多分昼飲みしたら帰ったらすぐ寝ちゃうだろうから。まあ、このまま飲まずにこらえたので、帰って、編集じゃないな。原稿書かなきゃいけないのもあるな。とかをしながら、まあ、全然年末気分じゃないね。会社でもね、どうも帰りがけ、なんだろう、良いお年をみたいな話とかね、また来年お願いしますみたいな、ね、話をしながら、ご挨拶をして帰っていく感じなんですけど、本当あれが苦手で、毎年だけど、本当に苦手で、ね。まあ、昔もバイトしてね、年越しを深夜のコンビニのバイトで過ごすぐらいな感じで、あんまりね、年末年始の区切りに全く執着がないというか、だって会社だって来週会うしね、まあ、一週間以上はさ、休みではあるけど、どうせ来週あるしね、と思って、あ、一週間くらい？木曜。一週間くらいか、でしょ？なさ、言うほど。まあまあ、わかるよ、わかるよ。そう言ってもね、区切りというか、一年の区切りではありますけどね。一年の区切りだけど、ね。
人生の中の一日だし、そんなに、思い入れがない感じですけどね。まあだから、特に実家とかにも帰らねえと思うし、はい。何気なく普通の休みを過ごしている感じだとは思います。まあだから、ね、ポッドキャストとかもできるかなと思いきや、家にいたらいたでね、いろいろ家の中の片付けやら、用事やら、子供たちと一緒に遊んだりやら、あっという間に時間がなくなるんですよね。そう、で、だけど今ね、息子がいないんですよ。昨日から2泊3日でバレー部の合宿に行ってましてですね、羨ましい。なんか今朝写真が送られてきたけど、すっごい見晴らしのいい、どうやら三つ星ホテルに泊まってるらしいですよ。そんな運動部の子らがさ、景色のいい三つ星ホテルなんて泊まってもあなた。ねえ。あいつらだって飯がいっぱい食えりゃいいんでしょ羨ましいわ。ただ単に羨ましいわ。3日間行ってまして。まあ明日帰ってくるんですけどね。まあ明日帰ってこれてよかったかな。明日が娘の誕生日でもあるので、さすがにね、帰ってこれてよかったかなと思いますけど、もう完全に住宅街に入っておりますね。ここはどこよ。親子が道路で遊んでるぐらいなとこですよ。名古屋でもね、この西川っていうのは、結構その住宅街もすぐ近くて下町的な感じ。で、東側が、結構ビルがね、立ち並ぶようなところで、商業施設が多いんですけど、だ結構ね、西と東で全然違う感じがね、するんですけど、この西側の下町感はね、ありますね。だから、いわゆる名古屋弁ってあるじゃないですか。メハメハ言うやつ。が、聞けるのは多分この辺なのかな、けど今は違うのかな。さっきの親子も海外の方でしたしね、今は違うのかもしれませんね。もう本当にベタな日本語じゃない。ベタな名古屋弁を喋る方、最近そういえば会ってないな。どれぐらい、どこで聞けるんでしょう。けどまあ聞けるとしたらこの辺な気がするんだけどな。ね、どこまで歩こう。一駅分ぐらい歩くかな。けどこれ駅に向かってるかな。あえて、スマホの地図を見ずに歩いてますけども、気の向くままに。むしろあれだね。少し暑くなってきたぐらい、歩いてたら。まあ、首にこの巻いてるのが暑いな。よいしょ。道路を渡って。皆さんはどんな年末年始、お過ごしですか？もう驚くほど日常ですわ。なんか今日も、奥さんもバイトだって言ってたしね。なんかあんま変わんないなぁ。まあけど初詣には行くかな。熱田神宮さんへね。今年なんか正月あったかいみたいで。ね。結構あったかい。ね。年によっては雪が降ったりとかね。いうのが初詣の時あったりするけど、まあ寒いよりはいいですね。ほんとや、寒いよりは全然いいですわ。よいしょ。まあしかし来年、どんな年に、なるやら、また激闘。今年最後の方で仕事が、すごい、役割が増えたので、この結果を出していくのが来年になってくる。まあ、結果が出るのは再来年かな。来年はそれに向けていろいろ仕掛けていく感じになる年かなと思っていて。で、自分の中でこういう仕掛けをしたいっていうのがいくつかあるんだけど、全部やるのは厳しいんで、どう優先順位をつけようかなっていうところを、年末年始考えようかなと、してます。はい。とともに、日本ポッドキャスト協会の方も、まあ、ポッドキャスト自体が20周年なので、ね、来年ね、ちょっとその辺でいつもと違う動きもあるので、その辺のね、こともあったり、まあ、他にもね、新しく始めたこととかいろいろありますんで。で、これからやろうとしてることもね、いろんなものに、ついつい、口を出しちゃうと、やります、みたいなことを言ってしまう。どうもね、やれるもんやりたい。みたいなところがあってね、行き急いでる感じはしますね。
あ、ほんとあったかいな。ちょっと暑いくらいだね、ほんとに。さあさあさあ、あ、向かってる駅あっちだった。ちょっと外れてるな。通り過ぎた感じだな。そうか。これどこまで行くんだろう。まあいいや、もうちょっと歩いてみましょうよ。2023年ですか。来年が2024年ということで。まあ自分も来年は52か。52ですよ。まあ、やっぱりね、50の時、なんとなくの区切り感が本当あって、いろいろ区切りつけたいみたいな。で、今までと違うことやりたいみたいなね、思いがちょっと強かったんですよ。で、若干そんな年にもなったので、で、今年2023年はそれを継続しつつ、まあいろいろかき回してやりたいみたいな形が、思いがあってね。まあただそんな、で、年の初めとか、いろいろ、それこそポッドキャストの番組増やしたりとか、いろいろ始めることも多かったんだけど、ゴールデンウィーク頃に熱を出して一週間連続で高熱、夜だけ高熱とか結構厳しかったっすね。40度、熱が40度まで出て夜になると、朝になると下がる。だからしょうがないから会社行って帰ってきて、だいたいね、夜8時過ぎぐらいからだんだんおかしくなってきて、また40度ぐらいまで熱が上がるっていうのを1週間繰り返すと、さすがにね、怖かったですね。ちょっとね、あ、終わるな、人生終わるなみたいな感じはありましたが、まあ、なんとか原因が分かり、お医者さん3つぐらい前に行きましたけど、原因が分かり通院し、まあ、12月まで病院通いましたけど、まあ、半年ぐらい通って、一応治りましたねっていうお墨付きをもらいまして、もらったはいいんですけど、ただ健康診断のこの値やたら高いですねっていう話でね、まあ、そっちも薬を飲み続ける感じで、治療に入ってますんで。あとその熱が出た時、もしかしたら親知らずが原因かなって疑った親知らず、これも紹介状をですね、書いてもらいまして、歯を抜くためのね、その紹介状半年以上温めておりますので、その甲状腺炎が治ったら、まあ親知らず抜くかなと思って、まあ年内に一回電話しようかなと思ってましたが、もう年が明けそうです。いや、行きたくねえなー、こうなるとな。けどそうなるとかかりつけで行っていた歯医者さんにもう行けなくなるで気分的にちょっとね、行かなきゃな、年明け。ただほんと仕事が忙しくて、ちょっと前に娘が親知らずを先にね抜いたんですよ。同じとこで、同じ歯医者さんで、同じ違う大きな大学病院の歯医者さんを紹介してもらい、同じ先生だったんですけど紹介してもらって行って、抜いた時はねそうでもなかったけど、後からね結構パンパンに腫れて、で食べるのも大変そうで、それを見ちゃったらさ、こんなんなんのと思って、仕事が忙しい時にこれ辛いな、喋れないじゃんお客さんのとこ行ってみたいな感じがねあるんで、もうすごい恐怖でしかなくってさ、やだなーっていう思いしかない。で、しかもあれってさ、年取るほど大変って聞くじゃない?ねえ、娘でそんなんなの?みたいな感じが、まあ20代というか、21歳。私と30違うんでね。そうなの?と思って。けどまあ娘はね、まあ、言うても思ったより、スッキリしたっていうのもあって、まあ食べるの大変だったけどね、反対の親知らずも抜くっていうことは言っているんだよね。いやー、やだなー。ちょっとそれがちょっと、積み残して、来年に残ってます。皆さん、親知らずどうです？まだ抜いてます？抜いてますか？抜いてません？あります？ね、変な生え方しなければね、そんな大した、
手術みたいな感じもならないし、抜かなくてもいい場合もね全然あると思うんですけど、もうねちょっとね生え方もちょっとまっすぐじゃなかったんだけど、太い血管を、まあ、歯の根元がねこう包んでるみたいな感じもあって、ちょっと大きい病院じゃないと、なんか神経を傷つけて麻痺するとまずいけど、もしそういうことがあっても大きい病院だったら対処できるということでね紹介されたんだけど、この奥歯のその親知らずの奥側がね虫歯になっちゃってて、もうこれは歯磨きじゃできないとこだよねって言われて、多分虫歯直しても不正でもまたなるよみたいなことで、もう抜いちゃった方がいいよねみたいな感じでね言われて抜く感じなんですけど、だから本当はね抜かなくてもよければこのままにしておきたいんですけど、放っておくとまたなるな、またなんかトラブル起こすなという気がしていて、でその急性甲状腺もね、あの原因がはっきり分かってないらしいんですよ、うん、ウイルスじゃないかって言われてるらしいんですけど、あの親知らずとか、まあ、歯周病みたいなやつってさ、あの他の病気を連れてくるとも言われるので、なんかそれもやっぱり原因っていうか引き金になったんじゃないかなというね疑いを持っていて、なのでちょっとね抜いた方がいいんですよねと思いながらね、けど嫌だよね、ちょっとこれが年明け早々いつ行くか、仕事はもう2月3月の年度末がむちゃくちゃ忙しくなるんで、本当はそこ避けたいから4月5月になってから抜きたい気はしてんだけどね、まあ、そこまで引っ張っていいものか、まあいいとは思うんだけどね、いやーちょっとそれが気残りでは気がかりです。あ、焼き鳥じゃないよ、たこ焼き屋、こんな地味なたこ焼き屋って、なんか地味なたこ焼き屋ほど美味しそうな感じしますよね。いいな、今お腹いっぱいだけど、ああこんなとこ歩いたの初めてだ。車ではよく通るところ、名古屋高速の出入り口だけど、結構歩いてるかも結構歩いてるかも、こんなとこまで歩いてきたんだ俺、名古屋駅から。このまま自分の家帰れそうだな。帰るとどれぐらいだろう、1時間はかかんないな多分な。いやかかるか、いやいや45分ぐらいじゃないかな。だいぶ歩いてきましたね。まあけどなんか穏やかな感じです。天候もそんな感じですが、なんか人も少ない感じはする。ここ通っていいんだろうか、どっか団地の敷地内に入っちゃったけど、通り抜けれるのかな、ちょっと行ってみよう。わすごい、団地と団地の間に公園がある、冒険公園、なんかでっかいジャングルジムっぽいのがある。え、団地の敷地内に、すごっ。なんか普通の公園よりもがっちりした遊具がありますな。親としてはこういうのは助かる。あ、けど危ないかもな、あれな、高いのな。ちっちゃい子ちょっと危ないかもしんないけど。あ、けど敷地内にあるのは、ここ知ってるぞ。あ、ここ引っ越すときに候補にあったとこじゃね。そうだ、公団だよ、多分ここ。うん、内覧会とか行った気がするわ。古い、ちょっと古めの公団なんだけど、リノベーションをして、確かね、2フロア。だから公団なんだけど、で集合住宅なんだけど、家の中に階段があって2階に行け、だから 2フロアぶち抜きみたいな作りだった気がする、リノベーションで。うん、まあ、けどね結構ね狭くて、こうのその階段とか、うん、なんでやめたんだっけかな、うん、なんか忘れた、違う公団に行きましたわ。もうちょっとオーソドックスだね、高速というか新築、そうそう、リノベーションして変わった作りではあったんだけど、やっぱり建物自体が古くて、うん、エレベーターとかね、そういうとこが古い感じで、その辺がちょっとあまりピンとこなかった感じがしたかな、
まあ自分はね、子供の時も集合住宅だったので、ずっと一軒家に住んだことはないんだよね。だからそういうね、家の中にある階段とか憧れはちょっとあるんだけど、あと実家、母親の実家とかよく夏休みとかに行ってた実家、一軒家で山形でね、まあまあ大きなところは家だったんだけど、昔地主をやってたというところでね、けど一階建てだったんだよな一階、そう、昔は二階建てだったようなこと言ってたんだよね。雪がすごい時は二階から出入りしてたとか言ってたから。けどなんかの時に地震かなんかで潰れちゃったんだよね。よいしょ。いやいやいや、あったかい。そしてこっから家にどう帰ろう。なんか本当に駅を通り過ぎちゃってさ、俺どこまで歩くんだろう。どこへ向かう。駅に向かうのとなると戻らなきゃいけないのもちょっと嫌なんだよな。よいしょ。まあ今レコーダーね、ホンダ風防持ってくればよかったと思いながら、ズームの H2N ってやつに手に持って話してます。いつもはね、あの iPhone で撮ってたりしますが、なんとなく iPhone もねいいんですけど、こっちの方が周りの音を取るんじゃねえかなっていう気もしつつ、周りの音取れてるかな。よいしょ。これだけどね、途中駅らしきものがない気がしてきまして、ちょっと iPhone 取り出して調べた方がいいかな。ちょっと待って、調べようか。じゃあ今さら駅を通り過ぎてから出してね。よいしょ、マップ。ちなみにこっから自宅まで歩いて何分？あ、こっから37分もあったわ。37分はきついわ。電車、駅は？あ、戻れて出た。戻れて出たな。戻るか。しょうがない、戻りましょうか。戻るのも何分？こっから、16分も戻るの？やだな。ちょっと待ってよ。16分も戻りたないんやけど。うわ、もう行くも地獄、戻るも地獄になってきました。けど歩いて37分か。電車を使うとしても26分。あ、バス停でもストレートに帰れないんだよな。あ、そう。どうしようね。ちょっと待って、もうちょっとないんか。ちょっとね、お、これはどうよ。あ、けど14分、バス停まで14分。しまった、ほんとしまったよ。戻ろう戻ろう戻ろう、決めた。さすがに37分は歩きたくないね。あの天気がいい散歩日和だとはいえ、さすがに37分はきついでしょ。ちょっと戻ります、戻りますよ。よいしょ。ね、こんなダラダラと37分話しててもしょうがないでね。帰って編集しなあかんのに。じゃあ、そんなこと言っても俺トイレに来たかったんだよ、本当は。全然トイレらしきものが出てこずですよ。さあさあ、さっきの団地の方にまた戻ってきましたよ。よいしょ。ついでに、あれか。モンハンでも開いていいですか。モンハンナウを。はい、や、アンジャナフが出てきましたね。何のゲーム実況、歩きながらのゲーム実況。ダメだね。ダメだけどね。いやいやいや。さあ、そんなもんですか。ちょっとね。あんまりもう、だらだらと話してもあれなので、切りまして、モンハンでもやりながら帰りましょうかね。なんだか30分ぐらい撮ってるもんね。さっきさ、これ撮ろうとしたらさ、電源が入っててびっくりしたね。はい。ということで皆様、ね、
良いお年を。また私も本編のマイカップオブティーもこの後配信すると思いますが、はい、よろしくお願いします。ではポトフでした。じゃあね。